吉田さんタバコの考察なかなかか面白いですねねそれね私もかつてしたことがあって、まあ、そこで話したことを結構思い出してきたんですけどもあの明日で寿命が終わるとしたら残った時間って貴重じゃないですかでもタバコを吸うとやっぱり十数分寿命が縮むわけでしょだから残り少ない例えば24時間のうちからタバコを吸う5分の時間と吸ったことによるあの悪影響の14分の寿命の縮みで20分ぐらい さらに寿命は縮むんですよね、うん、それは10日交換できるのかなっていうところがその時にねあのいろいろと議論の着地点を迎えなかったところなんですよオチなんですけどもね。まあでもねじゃあタバコは寿命が縮むし時間の無駄だからじゃあ俺は好きなね釣りをするんだとかねそれこそナイト2000に乗るんだみたいな感じでドライブに行く人もいるかもしれません寿命が残り少ないから。 でもドライブに行ったって別に1時間2時間って時間は失われますからタバコ本どころの騒ぎじゃないですよねでもなぜかドライブとか趣味に費やす時間は「あそれ人生謳歌したよね」っていうふうな感情を抱かせるしタバコを吸うことによってその人は快適な時間を過ごしてるはずなのに「うわ時間寿命すごい短くなっちゃうよ」みたいにね「残り少ない時間何やってんだよ」ってなっちゃったりとかねはた、まあ、からいろいろ見えるんですよね。 肝心なのは自分が喜びや幸せを感じているかってことのみなんじゃないかなと思うんですよ。そしてそれはですね、自分が喜びや幸せを感じながら、周りの大好きな人を眺めながら、その自分の姿を喜んでくれているかなどうかなってことなんですよ。自分が喜びや快適を選んでいても、周りの人が眉をひそめてね、大丈夫やめた方がいいよっていう状態だったら、やっぱりね、自分の幸せもちょっと半減するんですよね。だからできれば、身の回りの人にも喜べながら、自分も楽しみながら、 ビジネスと一緒ですよ自分は商品が売れて嬉しい商品を買った人も嬉しいって状態になったら全部いいじゃないですかでも自分がお金が入って嬉しい商品買った人はうわクソ商材だよこれじゃあねやっぱり後味悪いなっていうふうな精神力を私は持ってますねだからよりいいものを出していきたいし出して良かったと思えるような振る舞いをしたいしいいものが作れるような関係を作りたいしって感じですかね、えー、まあそういった形で私の欲望っていうのは あ求めるものは360度ですよね全天空の喜び幸せそういうものが追求できないかなと思っちゃいますねまあタバコからここまで話が伸ばせるってもなかなかないと思いますけども、えー、善全部の善でいきたいんですけども善悪の善にしましょうか今度今回はねあえていらっしゃい